70代のフラワーデザイナー坂根真由チャンネル。正直アトリエにいい花材はなかったんですけれども、皆さんは素敵な花材を100均とかダイソー、セリアで見つけて作ってみてください。私は地巻きの24番の地巻きのワイヤーに千代紙を 2,3 ミリに切りまして、その上から糊をつけながらくる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 と巻いております。このことをすることによって和の雰囲気が生まれるかと思いました。本当はロープを使えばいいと思いますが、ロープもちょっとお値段がお高いですし、まあ大手の手芸品屋さんに行けばロープはあるかと思います。アトリエにもございましたが、あえて地巻きワイヤーと千代紙で手作り感を出してみました。誰にでも作れるように、手作り感をやってみました。千代紙をボンドのりをつけまして、24番の地巻きワイヤーに巻いております。今ちぎれましたね。これはやはりもう紙をね、引っ張ると糊をつけることによって水分が含み破れやすくなりますね。地巻きワイヤーじゃないと巻けないですね。これは裸ワイヤーだとツル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 して巻けません。以前にワイヤーの扱い方、フラワーデザインの基礎を投稿いたしておりますので、概要欄から覗いてみてください。詳しくワイヤーの説明をしております。 2,3 ミリに切ることがコツです。あまり太く切ると綺麗に巻けないんですね。逆に綺麗に巻けませんのでご注意ください。ワイヤーを2本取りにしても少しぽってりとして太くなって綺麗になりますね。まあちょっと早送りしておりますので、どれだけ私が上手に見えることでしょうか。皆さん別に枚数にすれば10枚ぐらいは入れてますかしらね。それからグルーガンをつけまして、ワイヤーを差し込んでおります。ワイヤー24番を2本差し込んでおります。ここにフローラーテープを巻きつけます。そしてこれもダイソーで購入した白いバラです。まあピンクか、もう少しね色のついたものか、もしくはもっと大きくてダリアのような華やかな花があればよかったんですけれども、アトリエにはこれしかございませんでした。皆さんダイソーで大きなお花を購入してください。その方が華やかですし、簡単にできますね。大きい花を一輪でも構わないですよ。この小物をワイヤーで巻いた、まあ、カリキュースですね。カリキュースしたこのものをつけることが面白いかなと思いましたので、ぜひ大きなダリアを見つけて作ってみてください。私はこれは菊ですかね、菊ばっかりですね。残ってたので菊ばっかりになっておりますが、いかがでしょうか。ちょっとめんどくさそうですけれども、日にちがね、成人式までまだね10日ぐらいございますから、1日かけて作ってもいいわけですね。姪御さん、もちろん自分の娘さんね、お友達、ご近所の方、まあご近所の方ね、これ作ったのでつけてくださいって言ってプレッシャーかけるもなんですが、まあ親戚の方とかね、娘さんの方のためなら作って差し上げると喜ばれるのではないでしょうか。もちろんこれは成人式につけるつもりで髪飾りとしておりますが、もちろんこれはお正月は済んでしまいましたが、来年お正月の飾りとしていただいても別におかしくはございませんので、ぜひご覧になってくださいませ。出来上がるまでに今しばらくかかりますので、ご覧になっていてください。手元のところをよく見て、ハートの形を作っておりますね。これ24番のワイヤーです。何度も作り変えますとワイヤーはぐにゃぐにゃになって形が元に戻らないので、えいやっと1回でハート型にしてくださいね。今小さなバラを頭だけ切りましたね。少し 2,3 ミリワイヤーは残しております。なぜならば引っ掛けるような感じでのり、グルーのりでつけると良いでしょう。これもね、ちょっとオレンジ色がどうかなと思ったんですけれども、本来ならばピンク色かもう少し淡い色の方がいいですよね。
まあ仕方がありませんので、ちょっとあり合わせのもので作っております。皆さんは色合いはいろいろ考えてやってみてくださいね。それから私フローラーテープを緑グリーンでですね、グリーンでやっておりますが、ヘアはブラウンとかね、そういうまあ黒に近いフローラーテープの方が本来はいいですね。紫とかブラウンとかブラックとか、そういうあの髪に近い、ヘアに近い色のフローラーテープの方がよろしいです。ただしあの手元にあるのにわざわざそれを買いに行かなくてもグリーンでも構いはしませんがね。もちろんあの今から買う方はブラウンとかそういう色があのいいかと思います。ただし、まあ、100均にはこのライトグリーンしかないですよね。手芸屋さんで買えばちょっとねフローラーテープも高くなりますし、ライトいかがでしょうか。ワイヤー の説明とかですね、このハートの作り方、ちょっとでもよかったらグッドボタンと、そして皆様いつもいつもお願いしております、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして皆さん愛あるコメントをよろしくお願いいたします。コメントはパワーに変わっております。次回は洋服につける生花のコサージュを作りたいと思っております。今回は造花で作りましたが、次回洋装につける成人式のお花を作りたいと思っております。楽しみにしてくださいね。さかねまゆチャンネルでは いろんな情報を配信したいと思っております。少しロープの作り方もサービスしちゃいます。どうぞ最後まで見てくださいね。お花とかリボンとかロープとかバラバラに持って行っても、美容室のね先生方は本当に技術がありますから、あの綺麗にまとめてくださいますよ。ご自分で着付け、それからヘアデザインをされる方はしっかりと逆毛を立てられて、ピンでしっかり土台を作り、そこに鬼ピンとかそういうもので、あの何本も留めて落ちないようにいたしましょうね。今出来上がっておりますが、ワイヤーがね、細いワイヤーも何本も重なれば分厚くゴロゴロいたします。頭の上でゴロゴロすると嫌でしょ。あのペンチでギュッと押さえて、なるだけ平たくね、数ミリに押さえております。これがコツですよ。フローラーテープを巻いて仕上がりとなります。
ここね、あの細かいところですからやりにくいんですね、やりづらいです、わかります。でも、まあ、ゆっくりとね、お姉ちゃんのため、妹のため、めいっ子さんのため、お友達のため、頑張って作ってみてくださいね。何度目の成人式になるんでしょうか。皆さん、成人の皆さん、おめでとうございます。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバーイ。